おはようございます、こんにちは、こんばんは。さあ、ドラマトーク最新版です。わーい、ドラマトークの時はこの挨拶なんだよ、はい、あ、おはようございます、こんにちは、何でしたっけ、こんばんは。何でしたっけ、こんばんは。じゃあ今日は何のドラマを紹介するんだっけ、はい、本日は、うん、火曜ドラマ、はい、プロミスシンデレラを、うん、紹介します。はい、私そんなにまだ詳しく知らないからみおちゃんに教えてもらおうかな。はい、ありがとうございます、うん、書いてきた絵がこちらです。はい、説明します。こちらが、うん、新火曜ドラマプロミスシンデレラになります。これがプロミスシンデレラです。プロミスシンデレラです。まず、うん、こちらが主演の二階堂ふみさんです。あ、なんと TBS ドラマ初主演だそうです。お、彼女はですね、うん、無一文無一文無一文、うん、無一文、無職、宿なし、うん、何もないね。そう、何もなくて、うん、そのない理由はまだちょっと分かってないんですけど、うん、とにかくなくて、今は一人で、うん、世をさまよっているという状態なんですホームレス、ホームレスだと思い考えます。私はホームレスです。ホームちゃんが、はい、うん、拾ってください、拾ってください。もう空き缶をこう眺めて過ごしているんですけれども、うん、そんなところに、うん、イケメンの、うん、とんでもないイケメンの男子高校生がと出会うんです。ひょんなことから。そのひょんは何かわかんないんですけど、うん、どんなひょんか、どんなひょんかまだね、わかんないね。は見てるのを楽しみとなっております、うん、ね、きっと1話でね、はい、きっと1話で明かされるヒョンがあるのでしょう、はい、どんなヒョンなんでしょうか。そして、うん、彼はですねお金持ちで、うん、でもすこぶる性格が悪いんですよ、うん、最悪じゃん。そうなんですよ、うん、でも彼女も性格悪いし、うん、こいつって思うんですけど、うん、でもお金持ちだから、うん、彼女はお金をやっぱり求めているので、うん、こうゲームをねするんです、人生の。あ、じゃあ金持ちの暇つぶしに人生をかけて挑むってこと？そうです、うん、そうです。で、まあ彼女はもう彼の言いなりになるしかない状態で、うん、ゲームをしていって、うん、こっからどういう関係に二人がなっていくのかを楽しむドラマ。なるほどね。はい。あんまりよくわかんなかったけど、あれ。でも、でも、はい、性格悪いけどイケメンでお金持ちの男子高校生と、はい、ふみちゃん演じる、バツイチ争わだったよね、確か。そうなんですよ、なんとも私 ね、なんか番宣見て知った。あ、そうなんですね、うん、あらさ、それはすごい年の差ですよね。ね、多分ね、そこが面白いんだと思う。かもしれない。今日教えてくれるYouTube だったよね。そうです、そうです、これが全て、これが全て。ね、新火曜ドラマプロミスシンデレラは7月13日スタートです、はい、本当のストーリーをぜひご自身の目で確かめてください。